おはようございます。ゲームボーイ版ハムスタークラブパート10、10回目です。前回は、ジョセフィーヌ運動能力で倒しましたと。次というか愛嬌のまだクリアしてないんやけど、次あ年末に毎回やってるっぽいんで、それまでにいいのを育てていきたいんやけど、今俺が持ってる可愛さで言うとこれは あんまりどっちも優秀、そこそこ優秀みたいな。うん。いいんやけどね。ただ、可愛さが、ちょっと、あれよね。っていう感じで。ハムスター、そういえば、なんか、超、やべえのがいるというか、育っているオスです。生まれたてのメス。黒葉、女性狩りでいこう。女性ハント、もう対女性のために、が鍛え上げると。アイテムゲージ。黒原は繁殖させることができない。どういうことやねん、それ。どうやって生まれたんやろって。ちょっと一回。あれ？ミネラル？なったかな？ちょっと待ってもらって。すいません。戻りました。で、ちょっと自分最初やった時のやつを見返してみて、V、C、M の、それぞれ上がる能力確認したら、V、ケズヤ、陽子で、ビタミンね。で、C、体力、カロリー。で、ちょっと太りやすくなると。で、M がミネラル。で、可愛さ、賢さ。らしい。じゃあさ、豆腐最強じゃない？豆腐最強。で、で、女性ハントが、まあ、メスの女性ハント。でかいのかな？わからんが。出場。で、これはやっぱりお金を稼いでいくのに、必要よね。ここはさ、もう、繁殖は期待薄感はあって。あー、もう全部壊れて。むしゃくしゃなってる。どうすっかな。安定してね。そういえば女性ハント黒原どうなんやろ能力。見るの忘れたな。生まれたてのメスの能力。一からやっぱ育ててあげたいから、そう、しかも、成長した黒原、2万とか書いてあったからね。なんか払えへんよね。ただ、そんだけ値段が高いってことは、まあ、強いんやろうね。強いとか、能力高いんやろうね。まあ、俺買ったの黒原メスの生まれたてのやつなんで、1万で、回し車。こういうさ、レベル3のやつも、とか、レベル3のやつは多分、たくましくじゃないんだよね。そうそうそう。で、アイテム。好き嫌いかな、最初は。で、こういう、そうか、能力。女性ハント。そう、能力。高いな。で、この女性ハントは、今俺ボタン押し間違えたんやけど、完全にも、戦う、魅力で戦うよ、ってことで、準備してますと。喧嘩が絶えないんで、どうすっかな。移動。ノーマルゲージ。お小遣い。オスカー君。出場。カエル飛び。で、女性ハントは、好き嫌い、調教甘やかして、手乗りとかね。
プリプリ、あ、かわいいな。移動、ノーマルゲージ。散歩、チャイはちょっともう、やばいよね。すごい上がってるよな。さあどう、これかなりいけんちゃう。あ、おお、 1m68、 すげえ。多分これ以上はもう出へんよね、このキャラでの最高記録と、かつまあ俺の中でのこのキャラでの最高記録かつ俺の中での最高記録、記録、あー、そういうことか。だからもう、うん、まあ、オスカーくんがまたね来てくれればいいんやけど、まあ、なかなか難しい。やろうと、これもらえんのかな、また売ってんのかな。女性ハント手入れ、可愛くなってもらって、ええで女性ハントも大会にねしっかり出るようになったら、お金も稼げると思うんで、種キャッチ。種キャッチか。でもな、お金ちょっとでも稼いでおきたいしな。いい餌、餌代がバカにならへんからね。餌代がさ、ひどい。ひどく高い。あー、なんか能力の上がりはいいよね、今んとこ。ただ、まあ、若いからな。若いから上がりがいいんかもしれんな。種を食わした方がいいのか、ごちそうで。でも普通に訓練のメニューで、上げていくのがいいのか。どうなるね。謎。やばい。オスカーがあんまり賢くなくなってる。元からもあんな賢くはないんだけど。まあ、頑張れ、オスカー。多い道のりやなあ、言うて。いいね。豆2つと賞金いくらかもらえると。いくらもらえるんやろ。50か。どうなんやろ。50ってあえて狙いに行った方がいい、狙いに行かんでもいいのかな。難しい。オスカー君も寿命がちょっとな。とりあえずチャイもむっちゃ寝かせて、もう一回体調を整えて、もう一回リベンジしたい。繁殖に、まあ無理な可能性あるけどな。チャイオラオラ、最大力は変わらず。女性ハントはごちそう、ピカピカ豆、シャイ寝かせる、体調回復してもらってね、最高の状態で。あかん、よし。オスカー君大会、種キャッチ2位か。もう出てもあまりしょうがないのが分かったからな。あー、女性ハント体調を整えてあげて、ま、餌はだから最高の餌で、環境もわりかしいいと。なんで、あー、水か。で、ご飯、餌をいっぱい貯めてもらって、で、運動のアイテムをいいのにして、で、太らないようにするみたいなのもいいのかなっていうふうに、ちょっと、まあ分からへんけどね、もう文字通り、その、意味をとって、その、アイテムを比べていって、比べていってというか、
考えたら、まあそういうふうに考えついたと。まあどうなの、実際のところはいっぱい食べさせて太りやすくなる運動で、まあレベル2でエクササイズで、まあいい感じバランスが取れてっていうふうに思う。ああでもどうなの、そんなそういう話じゃないんかな、ちょっとわからんな。しつけアイテム完璧マスター、トイレ、トイレはな、トイレないもんな。トイレも買ったらよかったな。そうやな、トイレ、トイレアイテムレベル1、トイレ1、2、3でどれぐらいの効果の違い、どれぐらい効果に違いがあるのかが分かれば、その効率で考えてどっちの方がいいかなっていうのが食うのがね、計算できたりできなかったりするんやろうけど、ただ、分からず、よく分からずね。全体的に上がってるよね、女性ハント。女性ハントはまあ、甘やかす、磨きをかける。ね。手入れ、削り合いをシャープ。どうすかな。散歩。元気。ほどほどで。ほどほどに元気がもしかしたら繁殖しやすいか。女性ハント、可愛さが、可愛さが上がらへんな。可愛さな。可愛さ。手乗り。調教。甘やかすとか。まあ、最大。最大なんやが寝かせる老齢よな、繁殖はきついんかな、移動、これがラストチャンス、全然可愛さが上がらんのやが大丈夫、で一代限りってことなんで、黒原ハムスターは繁殖できひんらしいんで、どうするかな。好き嫌いをなくすっていうので、もしかしたら餌の効率的、効果的な吸収ができるのかなっていう、まあ、それも考えすぎかもしれんけどね。説明書とかにもしかしたらそういうことは書いてあるんかもしれんけど、書いてあったんかもしれんけど、まあ手元に今ないんでね、どうしようもないんで、すごいしっかりくる、ああ37、トータル37拾ったのは優秀、100、わざないな、ラブリー、2と、2はちょっと早いか。また明日か。ピカピカ。モスカどんな上がりやったかな、ちょっと見てへんかったけど、ちゃんと上がってたかな。ベン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 、お金が厳しい、厳しいわけじゃないんやけど、その豆腐をさ買ってあげ、ちょっと能力、容姿、容姿か、容姿、容姿な、
あれ、もう両方とも遊んであげたよね。ああ、じゃあ、とりあえず掃除だけしといて。やかんか。仲良くならんか。まあ、きついな。残りまだまだ普通にあげます。ちょっと試しに、滑り台入れて、餌の量を多めにしてみると。で、オスカー君は移動。ノーマルゲージ。で、これで、じゃあ、セーバーマンしてもいいんやけど。ジョスハント。うん。上がるね、ジョスハント。で、回し車。巣箱は買ったるか。ケージじゃない。ケージちっちゃい。アイテム、巣箱。ここのな、その効率をやっぱりテスト、比較して、どれがいいか。結局のとこどれがいいんかっていうのが、ごちそう。わかればな、どうにか。ラブリーコンテスト、ウィーダーズカップ、ランクにはまだ早いわ。寝かせといてあげて、ちょっと待ってよ。帰るときランク2か。ランク5、4、5だけ、ちょっとやる感じでいいのかな。多分、実際どうかわからへんんだけど、黒原が、成長の、具合がいいんじゃないかな。クリティ。ランク 2? ランク 2? どうなんやろ。ランク2まだ、早いかな。散歩。いや、仲良くなる気配せえへんな。お手入れ。歯磨きオラオラ。ほう。うん。当て気味。無理は良くない。っていうことで。お手入れ。お手入れ。みんな最高になってるな。うん。いや、ちょっと待った。金がね、ラブリーコンテスト1出してみるか。どんなもんかね。どんなもんかが分からへんので、この、黒原ハムスターの感覚。いや、伸びるなぁ。ケズヤ、ああ、かわいそうだし、うん、伸びてるなぁ。皆さん、こんにちは。ハムスターたち。じゃあ、ジョセフィーヌ、お願いします。はぁ、あ。悪くない、悪くない、悪くない。技もいろいろゲットしていかなかよね。上の方で戦うなら。って思ったりもするんやけど、どうでしょう。そうでもないんかな。でん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 。かわいい。今のかわいかったな。よくわからない。あ、同点かな。今日ご飯何食べようかな。よいしょ。あっす。あ、失礼しました。ちょっと大きな声が。あー、かわいい。愛嬌が。疲れてないかな。普通か。あ、体力が資本なんでね。最高。手乗り。あー、かわいい。種キャッチ。あかんか。やっぱ繁殖難しいな。ケズヤかわいそうよし。いい感じ。ただもしこの黒原ハムスターの育成に失敗して、てかもう、年末ジョセフィーヌ戦で勝てへんかったら、一応4回チャレンジはできるんやろうけど、毎年1回できると考えて、そうなると、厳しいよね。どうなんやろ。
資金面で厳しい気がする。まあそしたらリセットしてまた1からってことかな。お金がないから1匹ハムスターあげましょうかって、なんかよくわからんのもらっても、まあケージとかさ変えてればこう積み上げていく、積み上げれてるもんがあるんやろうけど、ほとんど変えてないんで、やっぱ積み上げられてないよねって考えるやが、どうでしょう。ちょっと待ってよ、特殊アイテム、あと2つなんかありそうなんやけどね。ピカピカにして寝かせる、体調回復で元気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 、しつけ少しマシ、大丈夫、出場、カエル飛び4、お金をしっかり稼いでいってもらって、ただ俺がじゃない、オスカー君が出るよりは他のランクがまだ低いやつが出た方がもらえるんかなっていう風に、あーそうかな、そんな気がする。俺がそのオスカー君が1で1ランクでもらえる賞金、買ってもらえる賞金よりは、ランクまだ低いやつが1ランク1の大会で買って、まだ優勝賞金の方が高い気がする。違うかな？一緒かな？一緒ではなさそう。なんで、まあ、そういうのも考えて育成はした方がいいのかもしれんな。でも賞金変わらんのかな？変わらんような気もするよね。元気。手乗り。手乗りの練習してもらってね。手乗り、出場。ぐいぐい行こう。あかんか、全然そういう雰囲気出来上がらへんもんね。マジか、厳しいかもしれんな。もしかしたら、もしかしたら厳しいかもしれん。あら、ほいほいほい、お豆を、お豆回収。ほいほい、あ、嘘、お前、やりやったな。俺が取ろうとして全部取れた。タックル俺覚えてないんやけど、なんなんやろ。結局最後までよくわからんまま、他のハムスターで使えるやついたりしたんやけど、謎すぎて。ちょっと。OKOK。27。あ！これ、すごい集中できるからいいよな。やってる間だけ、全然喋られへんもんね。あ、負けた、しかも。2位か。まあ、賞金は、まあ、悪くないから、全然。え？大丈夫？ちゃんと座ってんのかな？ああ、ああ、豆腐も切れそうやな。運転、ああ、豆腐代がバカにならへんな。出場で運転、寝かせる。もうオスカー君は最強のか。これさ、もう繁殖せんのやったら、いらんよな。シャイ。いまいち賢くない。マジか。移動。ノーマルゲージ。移動。ノーマルゲージで、これをハムスタークラブに持って行って、チャイ、はい、で、可愛さをあまり、
いいや。これで俺が育てた血統は全部受け継がれた血統はパーになったんやけど、まあ黒原ハムスターで頑張っていこう。そんだけね、もう熱い思いで。でも10代20代ってこう受け継いでいった受け継がれた遺伝子、可愛さ遺伝子がもしかしたら爆発するとね、めっちゃ可愛いかも。あ、これ俺？俺が操作してる？違う違う違う、ハムズカップか。それぐらいしないと、その、もしかしたらジョセフィーヌには勝てへんのかもしれない。ただどうなんやろね。結局、最初もらったオスカー、あれでジョセフィーヌ倒してるやろ？まあ、ギリギリやけどさ。で、あの、オスカーの能力って、バカ強かったんで、あれでギリギリなんで、それ考えると、今回も新しく最後に入った黒原ハムスターで勝つっていうのがいいのかなとか、そうじゃないと勝てへんのかなと思ったりもするんやけどな、実際よくわからんって。出場ラブリーコンテスト出場しよう。オスカーくん、オスカーくんも大会出られるん、あーマシグラマ、まあいいや。さあポテポテポテ、おお、かわいい。そういうことね。はいはいはい、俺ができんのはポテポテか。あー、はい、バンバラバン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 バラバン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 バラバン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 、違う。はい、やこれで、あと、まあ、多分、戦って勝てない4年目とか、3年目もしかしたら、うん、戦えるのかもしれん。どうなんやろうね。ランクアップ。3年かな ?4 年かな、ちょっとよくわからへんけど。そこは。VP カップ、もう一回出る？もう一回とか、次ランク2か。どうやろう、戦っ、全然戦えるんかな。運転はいいや。抜かせる。ちょっと老齢になってきたんでね。さあどうや、高三三三、あんまりやな、ちょっと可愛さ足りひんね。もしかして黒原ハムスターってそういうのじゃないんかな、可愛さじゃないんかもしれんね、もしかしたら。まあ、成長の過程なんで、まだ伸びし、2年目からすごい伸びてるような感じがしたりしなかったり、まあ、今回1位は逃したんで、そうな。でも、能力値の上がりはすごい、いい気はするんよね。ランク5出場、もう金のために頑張ってくれ、全力で走り切ってくれ。うん、え、すごい序盤からすごい勢いあるな。あー、残り2割、ラストスパート、ラストスパート、ここで、あ、周り誰もおらへんもんね。これは優秀。1100ぐらいもらえるかな。はい、ナイスナイスナイス。ジョセフィーヌ、じゃあジョセハントの能力はあんまり、毛づくろい、かわいいかも。あんまり上がらへんのかな。ラブリーコンテストの昼食いですね。あー、どうなんやろ。まあ、出られへん。あ、可愛さ上がらんかったな。可愛さ上がらへんかったんで。普通。コンディション普通か。ツヤツヤが削やか。最大値。ハムズ。ハムズ、いや
やー、調教、甘やかすね、ごちそう、プリプリ、可愛さ、1なんやけど、まあ、それでもまあ上がってくれると、いやー、ちょっとボスがさ、ぐいぐい、ジョセフィーヌ多分強い、あ、いやー、運動というよりは美っていう感じなんやね、あれ。どうなんやろ、ちょっとわからんけどさ。まあ、とりあえず、ハムちゃん、黒原ハムちゃんで、ね、頑張るって決めたんで、もうそこは、黒原ハムスター行くしかないよな。まあ、豆をいっぱい持ってればそこは補えない。ただでもさ、オスカーの寿命が、残りどんぐらいか。だからお金が、賞金が入るのもあとちょっとないよね。なんで、もし、オスカーが死んだら、収入源ってお小遣いだけなんで、まあ、いいアイテムとかは多分買えへんよね。だから、ちょっと普通のハムスターというか、まあ、普通のハムスターか。を買って、それも育成していく必要はあると。やけど、どうしよう。どうすりゃいいのかな。ちょっと、水しつけ。あ、バッチリしつけられてる。じゃあ次は、かじる。物持ちがってことかな。ごちそう。手入れ。削りアップ。元気。なんか、あれやね。黒原ハムスター、コンディション元気から、動かへんわ。待ってくれ。ケズヤすごいな。ケズヤの伸びが一番、よかった。で、少なめ、残り少なめ。どうすっか。豆腐。高級フード、ヘルシー豆腐。たっぷり。今週は終わってる。今週は終わってる。大会は、大丈夫。あ、いいね。いい上がりや。回し車、プリティ。あ、間違えた。散歩しちゃったよ。まあいいや。プリティ、ちょっと一回出てみるか。ただ、ブリーダーズランクは俺も多分上がった。てるんで、どうなんやろね。新しいハムスターやとまた1からって感じなんかな。多分、いや、ブリーダーズランクは5なんで、多分こう5か4なんで、ここで買っても別に何かもらえる、新しいハムスターやからといって、なんかその ポイントがもらえたりはしない気が、ブリーダーズ、ハムズランクなんで、多分しないと思う。そうなの。ただまあお金がもらえるんで、そこは手入れ、お手入れでどうすりゃいい。体調が悪くなる、怖いな。体調悪くなるの怖いよな。特に削りや可愛さの伸びが凄まじいと。しつけ、かじる、出場、ラブリー。あ、ラブリーいけんな。しつけ、もうしつけなんていう年じゃないからね。出場、タネキャッチ。で、ラブリーとタネキャッチがあると。多分あるはず。だろう、ないかな。はいはいはい。でんでん。でんでげ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 でん。でんでげ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 でん。でん。失礼しました。ちょっと。ランク1なんで会場の人数が少ないなとふと思ったり。あれ、なんか席2列目とかあった気がするんやけどね。
あ、違ったかな。W、あ、じゃあ、ランク2は2列、ランク3、4、5で3列4列5列になっていくみたいな感じなんやろか、もしかして。これ優勝はす、うん、安定してる気が。ちょっと技欲しいな、もうちょっと。ダダダダダダダン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 。これで。さあ。ほい。ほい。ほい。あ、落ちた。あれあれあれ。よくないな、今の。ほい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 。どうでしょう。まあ、届かへん。バテ気味。女性ハントなんかずっと普通やなと思ったんやけど、やっぱりまあバテるはあるんか。出場。プリティカップ。種キャッチ。1は、いやどうなんやろね。逆に言うと、女性ハントを1の大会に出したりしてもいいのかもしれんな。一回出してみるか。可愛さがらず。可愛さがらずか。まあ、賞金稼ぐの考えると、ブリーダーとして、ブリーダーとしてじゃねえ。可愛さ、運動能力。二つの方向で大会に出られる方が、上のね、より上のレベルで大会に出られる方が、あ、金は稼げんのかな。ただ、運動能力は、基本的には、メインで上げていかへんので、まあ、運動の方はランク3ぐらいで止まるのかな。2か3かな。ただまあね、時々、大会するのがあればね、ラブリーなくて、入れていったら、お金もね、いくらか貯まると。ウィン、ウィンというわけなんではなかろうかと思ってするけど、どうなんやろな。わからんな、こればっかりは。多分何匹も育って。で、300円。めっちゃもらえるもんね。そんな多くはないけど。通常。3、1。普通な。一生普通なんかな。通常してもいいんやけどな、帰るときどうなんやろう。まあいいか。お手入れ、削りアップ。つけ、かじる、覚えてない。いまいちか。トイレの仕方を教えっか。あ、ハムスターとして賢いとか、あんまり賢くないとかもあんのかな。ルイグイ4。あれ？奥さん。マジか。今可愛さ上がらなかったな。ラブリー、タネキャッチ、大丈夫か。いやー厳しいかな。どうなんやろな。餌はもう多分、あれ違った、あれ、餌は効率よくというか好き嫌いなく食べれるようになってるよね。女性キラー、女性ハントか、名前。女性キラー、まあまあ、ニュアンスとしては同じようなものだけど。あ、やばいやばい。さあ。20、30ぐらいいけそうかな、トータルで。豆と種のトータル。いけそうやな。
種だけでもいけんことないかもしれんけど、まあ、ちょっと時間足りんか。あ、足りんな。30、まあ、トータル34で、豆が5で種29なんで。どうすっかな、かわいさどんどん上げて、調教甘やかすやろ、ごちそう、プリプリ豆とかガンガン上げてったらいいんかもしれない。1回1なんで、100個上げたら100上がるやろ。どうなんやろな、出場。VT 大会じゃないのか、ランク5、カルトビ。いや、お金稼がなあかんからな、出場。出るしかないよね。出ない選択肢は、あ、ちょっと待てよ。でもなんか、あ、違う、大丈夫、大丈夫、失礼しました。だん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 、お、いいね。無駄のないジャンプ。1m50。これは優勝。間違いなし。多分。あ、あかんわ、厳しいか。あー、1m42。おー、すげえすげえすげえ。一応、負けた。負けたな、これ。多分負けた。あー、強いな、優秀やわ。2位か。550。もらえりゃいいよ。テイル、ごちそう、手乗り。おとなしく、お、まあ、かわいいやっちゃな。出場。あ、プリティ4か。2位はさすがに。デンでやろ。回し車、回し車。普通、散歩して息抜きみたいな、そんなシステムはないのかな。なさそうやね。かじるマスター。まあ、残り、寿命もそんな、長くないんやろうけどね。ちょっと覚えられるもん覚えていってもらいたい。せっかくやから。さあ。体力。体力下がってきてるよな。違うんかな。でも女性に勝ってるからな、オスカーは。俺が、まあ、俺がタイミングをよく押せたから、偶然勝てたんやろうけど。どうなんやろ、能力値自体はそんなに大差がないんかな、それとも、負け、能力値自体で。どうなる、負けるべくしたものを買ったってんやったら、なかなか俺の AB ボタンを押すセンスはあんのかもしれんけどね。あ、でもそんなことなさそうやね。ブリーダーズカップ。手乗り。バテ気味か。あれ？トイレ？手作り、かじる、かじる席覚えさすか。で、まあ、トイレだ、トイレは置いとこう。レベル1トイレ。あれ、手入れ、あ、手入れ、失礼しました。3か。カエル飛び、俺のカエル飛びの技術を見せるしかない。さあ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 、5。まず一番走者、走者じゃねえ、一番飛び手、違う、一番プレイヤー、よくわからへんな。はい、はい、あー、ちょっと高すぎるか。あ、まあまあまあ、1メーター50。角度がちょっと上すぎたな。おー。みんな同じぐらいかな、記録。あー、超えたな。え？超えた？どうなんやろ？ 2 位かな、じゃあ。これは勝ててるね。俺1メーター、あー、そうか。しょうがない。技が、あまりない気がする。まあ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 。まあまあまあ悪かない。全然、プリティの大会があったあった。素晴らしさ最大。能力値最大やけどね。まあ、
何もさせないよりは、いいのかな。どうなんやろ。あ、滑り台壊れた。はい。なかなかいいんちゃう。点数は見てないけど。これは買ったやろ。買ったかな。ああ、買った。これは1位。ありがたい。ありがたい。IQ6。回し車で餌がいっぱい普通に投げて、当て気味寝かせる。タイルカップ。普通。寝かせる。出場。ラブリーチ。アムズカップさん。どうすかな？ラブリーチでも出した方がいいのかな？出場。まあ、負けはせんやろうけど。そう、ポイント稼いでいこう。そうそうそう。うん。ポイント稼いで早くランク5に上がらな。あれ、上がらなあかんことはないんか。そうか。そうやな。ないな。そういうのはないんで。じゃあどうしよう。どうしたらいいの？普通に自分のペースで出たらいいんか。お金やな、やっぱり問題は。月のお小遣い1000円だけじゃどうにもならへんので。きついよな。大会出て稼ぐしかないもんな。オスカーが死んだ後、耐えながらなんとか生活して、そんでどうなるかよな。はい、トイレ1個設置して、プリプリ豆あげとこう。能力、うん、悪くない気がするんやけどな。プリティカップランク1、もう一回プリティ出る？出ようか。普通出場プリティもランク1なんでな。出場タニキャッチ33か。どうやろうな。3。あ、でもそうか、その種か、種もらっとかなあかんかったんか。まあ、10点いっぱいやったってこと、優勝でいいんちゃうやろか。どうでしょう。靴下のやつちょっと俺使えるようになりたいような気がする。別にいいか、別にいいか。そうやな、そこまで使いたいわけでもない。じゃあ、お願いします。はい。どうでしょう。かわいい。出場、ラブリー、ラブリーランク2、遊ぶ、お手入れ、容姿アップ。容姿アップ。まあ、思うところは、特にないな。とか言ってたけど、別に何もないっていう。出場、この大会買ってもらって、勝てっかな。おお、今なんかパンツに入ってた。違うか、黒いなんか、なんだろ、水泳パンツ、競泳パンツみたいなの。競泳水着か、違う、競泳パンツ、よくわからん。デンデレデン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 。歯磨き粉、歯磨き粉なぁ。そういう反応するんや、ハムスター。どうなんやろ。まぁ、あ、絶対食べたらあかんやろしね。うわいもできへんやろしね。食べて体に、人間が食べたら体に悪い、どうなんやろね。そこもよくわからんっていう。よくはないやろね、あの甘いの。甘くないのもあんのか。これ何やろ、違う、パンツじゃないよ。普通に下半身か。失礼しました。ちょっと疲れてないかな。バテ気味。体調回復させてあげて。こいつは、オスカー君はまあ、割と元気なのかな。ブリーダーズプリティカップ。出場。ブリーダーズのプリティカップは、どういうのがいい技？あ、間違えた。一番上。
そういうことよね。俺の最初の押しボタンの話。ああ、いいね。いいね、いいね。でんでん、でん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 
2位ぐらいやと、いい戦いができるような感じかな、スコア見てると。はい。ブリーダーズランク6ポイントって言った。かわいさもブリーダーズランクあるってこと、そういうことかな。まあ、その可能性はある。逆さね、女性判定。初めての技ありますよ。逆さね。寝かせる。出場。プリティ。ランク3。プリティランク3は、どうやろう、出れっかな。可能か可能じゃないかっていうと可能なんやけど、そんなに多分プリティ3で戦えるような能力はないと思うよね。ちょっとじゃあ、まあ、とりあえず試してみっか。はい、4、1、2、8。あ、じゃあまあ、最後の8は悩むね。期待の8かな。1とかね、なかなか、0つけられへんからしょうがなくて1つけましたみたいな感じやからなーって考えると、やっぱりまだまだ壁は高い。熱いなー。熱い壁を、熱くて高い壁を越えな。バシバシバシ。まあ2やね。出られて。4は無理や。回し車。ごちそう。プリプリ豆。かわいさ。普通。健康状態良好とかにならへんのかな、もしかして。スプリクリー、調教、出場で、ブリーダーズカップの回し車出して、ごちそう手乗り。適当にね、適当に行こう。いやこれ、どういう押し方がいいのかな。なんとなく分かった気がする。マジの連打や。ああ、我慢きつい。マジの連打や、これ。2位、まあまあいいわ。大丈夫です。出場、ラブリーブリーダーズ。4、いやー。4は厳しかろう。4は厳しいわ。普通、お手入れ、削り合って。食べ物大丈夫かな？いっぱいあるんや。じゃあ。散歩させて、他のしつけなんかはできてんのかな？順調です。順調です。甘やかす、磨きをかける。あー、そうか、そうやな。能力100、削りや、可愛さ、よし。好きにさせる、好きにさせるっていうのはどうなんやろ。可愛さが上がるのかな。全然上がらんかったりしな。寝かせる、しつけ、ラブ、なんでもいいや。100メートル。あー。ケズヤかわいさ、マジか。そうか、じゃあ、しつけは甘やかすがいいのかな。頑張れ、頑張れ。まあまあ、1位は硬いかな、っていうふうに思うんやけど。納得できるよね、これ。いやー、すごい。あ、ちょっとでもなんか嫌な予感してきたな。でもここら辺もみんなバテてるんで、後ろの方でバテてんのかな。いやー、厳しい。これは、かわいさの戦いで、ジョセフィールに勝てる気がせんな。おろろろろ、あ、ジョセハンとか、おろろろろを覚えました。おろろろろ。何やそれ。遊ぶ。調教は甘やかすにしようか。ごちそう。
プリマめくってもらって。悪かないね、多分。どうなんやろな、しつけ。運動勝負。オスカー君もう一回やる？じゃあ、能力。運動勝負か。もう一回運動勝負出ようか。次、負けるかもしれない。鉄棒バックか。どうやろうね。だ買っても何ももらえへんなる。やば。ちょいちょいブーブー言うてんな。最下位。マジか。ああ、まあまあまあいいや。一回勝ってるんで。ただまあ、ここよね。この子がどんだけ、成長してくれるのかな。成長してくれなさそうな気もしてきたな。なんか、大丈夫かな。散歩出場、ひどい食い。プリティ。ひどい食い。ひどい食い。ひどい食いか。どうすっかな。ま、出すか。さあ。なんか壊れた気がして、気のせいかな。え？全然食えてない。まあ、こっから逆転して、あ、ちょっとなんか、方向調整かなんかしてるな。いやー、険しい。ギリギリ、あ、でも、まあ、2位28ポイントね、差はついてるか。そうね。お手入れ、容赦アップ、能力。悪くはないんやろな、バテ気味か、ちょっと。ラブリーコンテスト。出場 100m 走出すよね。お金がないんで。さあお願いします。はい、よーし。ただこのさ、ハムスター、ジョセハントが勝てへんかった時はショックで、多分また1年ぐらい引退しそうやな。引退というか放置するね。どうなるな、女性ハント。いけそう。女性ハントな、女性ハント。ふとしさん。あ、かわいい。かわいいな。でん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 。そう、そいそいそい。これは俺が操作します。はい。調整して。負けることはないんやろうけどな。6段階右。ただ、早くに上げすぎると、ギアを。すぐ体力切れて、こういう風にね。あとは A ボタン押して、本当はダッシュなんやけど、体力減ってるんでダッシュできない。ただ、一瞬ちょっと前に出るよ、ね。で、それを利用して A をトントントン。失礼しました、しゃっくりが。
遊ぶ、寝かせる、無理は禁物と、お手入れ、なんか分からへんけどとりあえずお手入れしとくみたいな感じやね。出場なんか出るやつあるかな。種キャッチ回してくる、種キャッチ後輩、稼ぎまくるでいいということで、今、10回目、トータルで10回目、1年前2回と今年で8回なんやけど、どうやろな、どんぐらいでクリアで、あと2、3回でクリアできるのかな、それとも黒原ハムスターが落ちるか、いや、可能性としては黒原ハムスターが、いやー、俺が思ってたほど成長しないって可能性はあるよね。そしたらまた環境を整えてもう一回出直すみたいな。それはありそう。あり得る。資金がお金から貯まってれば、まあ、調整もできるんで、多分、できんかな。何の調整や。何の調整や。まあいいや。さあ、お豆さん。お手入れ。よし、アップ。よし。3がだから、きついよな、これでは。出してみっか。前ボロボロやったけど、もしかしたらいけっかもしれん。いやいや、ブリーダーズは無理や。ブリーダーズの回し車は無理。うまいことできんな。あー、そうか、3は、ランク3のレベルにはまだ達してないと。うん、なるほど。ビビッチさん。あ、すごい。すごいな。すごいニャが。でん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 。150とかいかなあかんのかな、能力。お、すげえな。めちゃレベル高いよ。はい、じゃあ時間いくらいなので今日この辺でありがとうございました。おやすみなさい。次、黒ハムが今ちょ黒ハムちょうど1年2年3年4年と、まあ、また4回3回ぐらいかな。じゃあそんな感じで、寝かせるだけ寝かしといて、それぞれね、寝かせるだけ寝かしといて、出場だけ見とく。ダブリ替え飛び無理か。じゃあ掃除して次の週に送っといて、こんな感じで、あ、おすかー。じゃあありがとうございました。おやすみなさい。いや、きつ